こんにちは。こちら兜町の内藤証券1階にございますカブスター7110より、本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いします。さて、今日の相場ですけれども、何度かですね、マイナス圏、にちょっと売り物が出てですね、マイナス圏に落ち込むこともあったんですが、結局引けにかけては、小幅高で終わりました。今週は日銀総裁によるですね、これ以上ちょっと実効為替レートでの円安はないだろうとかいうので、一時ちょっと円安方向に向かっていた為替が止まりまして、急反発しまして円高方向に動いたということで、株式市場一旦ちょっと売り込まれることもあったんですけども、なんとか SQ に向けては落ち着いて終わったということでございます。それでは指数の方ちょっと見ていただきましょう。指数はご覧の通りでございまして、日経平均株価は24円高でございますね。これです。トピックスは 2.6 ポイント高で終わりました。あと小型株の方、マザーズ指数、ジャスダック平均の方が、一部市場よりも値上がり率は大きかったということですね。為替の方は若干時間のほぼ変わらずぐらいの水準ですね。ドル、ユーロともにですね。それから売買高、売買代金の方は売買高が26億株と、やや大きめ、売買代金も3兆5124億円ということでございました。値上がり銘柄が1009銘柄で、値下がりが736銘柄でございますね。それから業種別の株価指数ですけれども、失礼しました、業種別の株価指数ですけれども、今日は一旦その円高にぶれたことで売り込まれていた、精密機器とか電気機器、こちらの方が上昇ですね。機械、そして輸送用機器、自動車ですね、こういったところも出てまいります。あと銀行なんかも上位にまいりまして、あと逆にですね、買いの方には電力ですね、電力株、ガス株、そしてパルプ紙が買い、それからあと、そうですね、市況関連であります工業、それから非鉄金属、鉄鋼、そしてそれに近い海運ですね、こういったあたりが買いに出てきたということでございます。市況がですね、同市況の方が直近の安値を更新しておりますので、市況関連ちょっと弱いかなという感じでございます。それでは今週の予定の方を少し見ていただきましょう。来週の予定ですね、来週の予定を見ていただきましょう。来週の予定ですけれども、ご覧の通り、アメリカのニューヨーク連銀の製造業景気指数、これはもう6月分になりますが、6月の景気指数の方が、こちらの方は前月比が 3.09 だったのが指数、市場予想は6月 5.00 ポイントということで好転の予想でございます。おおむねですね、鉱工業生産指数の方もですね、前月比マイナス 0.3% からプラスの 0.2% に好転の予想という形でございますね。それからアメリカの方の指標が続きまして、住宅関係の住宅着工許可件数、そして FOMC が16、17とございます。そしてアメリカの消費者物価指数、フィラデルフィア連銀景気指数、これも6月分が発表され、これも 6.7 から、市場予想は5月 6.7 から6月 8.0 に好転の予想という形でございます。日本の方は中盤にですね、水曜日に貿易統計の速報値がございまして、あと日銀の金融政策決定会合、 FOMC に続きまして日銀の金融政策決定会合が18、19と行われます。百貨店売上高が18日、そして19日、日銀金融政策決定会合が終わった後でのですね、3時半から15時30分から日銀総裁が会見して、先日の何て言いますか、談話ですね、話したことについての何かコメントが出てくるかどうかというのが非常に注目されるところですね。それから株価指数の動きをちょっと見ていただきましょう。日経平均株価ですけれども、ご覧の通りでございまして、これが前場引けまでの水準で、
描いておりますが、25日線をちょっと割り込んでですね、日銀総裁黒田日銀総裁発言で割り込んだ円高が急に進んだと割り込んで、そして翌日反発という形ですね。まあ、このあたりで多分 SQ のですね、先物オプションのポジションを組んでたと思うんで、どちらかというと、まあ、対応しきれないところが多少こう戻すような動きを戻すような、まあ買いも入れたりですね、そういうのもあったんじゃないかなと思いますが、とりあえず、今日はですね、戻して、昨日今日と戻して引けたという形でございます。これを拡大しますとご覧の通りでございまして、まあ、ちょうどこの高値水準2万655円、ザラバ高値ですけれども、この水準とこの6月10日の2万とびとび16円の間の揉み合いになるのかなという感じです。75日線とか25日線も上昇しておりますので、まあ、このあたりも一つ下値目処になってくるという形でございます。それでまあ最近の動きなんですけれども、ご覧の通り日経平均株価はこの2012年13年14年15年とですね、このような動きになってまして、政権交代からですね、量的緩和期待からずっと上がりまして、それからバーナンキさんのショックですね、引き締めますよと、米金利引き締めますよというショックで急落したわけですね。だいたいここの上昇幅が 6.4 ヶ月上昇しまして、その後のボトムから次の12月末まで6月13日からこれ 5.6 ヶ月上昇したんです。でその後、まあ期待外れにですね、年初から急落しましてですね、しばらく半年ほどもたつきました。でその後のこの4月のボトムからこの9月のまでが 5.5 ヶ月、ここからちょっとなんて言いますか、複合してきますけども、5月19日の安値から、12月のまでが 6.9 ヶ月ということ で今回10月17日の安値からでいくと、これが2月前なんですけども、ちょうどここでボトムをつけましたので延長する形になって、この12月からですね、現在 5.8 ヶ月ぐらい上昇しているということで、それの平均がだいたい 6.1 この1から4までの平均が 6.1 ヶ月なんですね。半年ちょっとなんですということを考えると、そろそろちょっと休憩かなということも言えなくもないなという感じなんですね。まあ、半年というのは、例えば信用取引の半年期日とかで、まあ返済の期日とか来ると、それの対応しているところもあるのかもしれませんけど、とりあえず半年ぐらいの上昇、一つの大きな上昇幅が半年ぐらいという形で推移してきてました。それで、あとですね、高値この下落率見ていただきますと、このですね、1番目のこの下落したところが 16.2% 下落しまして、この2番目のあとここはですね 14.3% 安値まで下落しました。でこのあと3番目のところはここは 11%、 そしてここが 5.9%、 だいたい上昇トレンドが続いている間はですね、どちらかというと同じか、もしくはその、押し幅が次第に小さくなるのが、だると考えるのが基本でございまして、今回もそれだから、この 5.9%、まあ、大きくてもこの 11% ぐらいまでは押し幅は大きくならないだろうと、上昇基調が続くならばですね、ということなんです。だからあまりにもこの押し幅が大きくなった場合は、ちょっと相場の変調を考えなきゃいけないという形になりますので、注意しておく必要がございます。で海外投資家動向ですけども、ご覧の通りでございまして、連続小幅になりましたけども、連続買い越し5週連続ですが買い越しから信託銀行、年金が経由してますに、信託銀行も2週連続の買い越しということです。で、今日の銘柄はですね、昨年来高値更新銘柄というところで、例えば今週月曜から昨日までですね、高値を更新した中からピックアップしてみました。面白そうなものですね。それで、大林組がまずトップで、他にも清水建設とか東急建設とか出てまいりました。あとそれからことぶきスピリッツというのはですね、これはお土産、お土産とかお菓子ですね、その土地地域地域のブランド菓子を作っている会社なんですね。販売は駅とか空港とか、それから高速のサービスエリアとかで売ってます。代表的なブランドとしては、北海道のルタオとかですね、あとシュクレイとかですね、そういうところがございます。インバウンド投資を取り込むような形で対応に動いているということですね。あとデジアーツ、こちらの方はネットの情報漏洩防止フィルタリングソフトの国内最大手で、こちらはですね、日本年金機構の個人情報流出なんかもありまして注目されているんだと思います。あとキャリアデザイン、こちらの方は来週以降に派遣法改正案が採決される
可能性が出てきているということで、こちらの方現在派遣会社に同じ仕事を任されるのは原則3年までということでですね、コールセンター業務などそういうところはまあ例外だったんですけど、一律に3年ごとにこう人を変えなきゃならなくなっているということで、まあ、こちらの活躍範囲が広がってくるんじゃないかということで買われているんだと思います。あと、タカラホールディングスは子会社のタカラドバイオがガントエイズの遺伝子治療の事業の製品化ですね、材料とか医薬の製品化に、期待されるということで、買われているんだと思います。あと、平松はですね、こちら高級フランス料理を展開しておりまして、最高益更新ということですね。この赤いのは最高益更新、境化学はこちらは酸化チタンの大手で電子部品とか医薬品の中間体向けを、作ってます。海源という風邪薬も作っている会社ですね。あと、三井化学は総合化学大手、それ石油化学の大手ですね。それから出光興産、これは石油の元売り大手。それからフジテックですね、こちらは中国とか都心部でエレベーターが好調。それから CKD は何回かもお話してますけれども、後発医薬品向けに包装機器が非常に好調であると。後発医薬品メーカー向けですね。あと、日清電機は住友電工系の半導体とか液晶の製造装置、それから受発電設備、電力設備ですねの会社であります。岡村製作所はこちらの方はオフィスとかですね、それから店舗向けの機器の大手でございます。こちらは都市の再開発が非常に活発化していますので注目されるところですね。あと、稲畑産業はこちらは住処系の化学商社の大手ですね。こちらも好調です。こちらの辺最高益更新、三和テクノスは FA 半導体とか液晶 FA など機械関係の商社でありますね。あと、東京急行電鉄、これはまあ円高で一瞬円高になりましたので内需の見直しがいというところもあって最高値更新してまいりました。引き続き注目。それから住友倉庫は倉庫物流大手でベトナムとかにも注力しています。トランスシティも倉庫の第4位ということで、中部の最大手、こちらもサミット関連かもしれませんね。あと、静岡ガス、こちらの方は静岡市本社で LNG パイプラインを拡大しておりまして、まあ、非常にちょっとガス会社の中ではちょっと独自の経営、面白い会社ですね。あと、ファーストリテイリングはチャートかなり良くなってきて、一段高の期待されるような感じになっています。最高益更新です。本日は以上でございます。昨年来高値更新銘柄をご紹介しました。お役に立ちましたでしょうか。よろしくお願いいたします。